コナラの木。ほら。お、ほら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 。出たやつだ。樹液出てるじゃないですか。あそこにほらもう光柱が。え？木の幹のラインがあるじゃないですか。不自然な突起ありません？あ、釜っぽいですね。ちょっとこの辺ってことはじゃあ月の、もちろん月のワグマですね。うん、月のワグマ。そうですね、川沿いは比較的生き物多いんです。もう危ねえここだと杉林だから、森の奥は杉の林になっちゃうと全然生き物いなくなりますからね。静かだ。こっから飛んでいくんじゃないですか、向こうに。ああ、なるほど。ほら街灯ありますよね。街灯ありますね。こういった街灯に集まるんですよ。でもこのほら電柱ツルツルですよね、うん、だから掴むところなくてポトッと下に落ちる。この辺りに夜ね来るとほら虫が集まってるし、カナブンいますよね。カナブンだから飛んできてますね。街灯の下はねいろいろ集まるんですよね。落ちてる可能性あります。わからないね、いろいろ。向こう側もこっち側もちょっと両方歩いています。こっち一つ。で、あそこにほらもう光柱が。あれ樹液出てますよね。こうやって木の幹を見たときに、木の幹のラインがあるじゃないですか。ライン。そこにポコって不自然な突起ありません？あれか。ほらほらほら。なんかいますよね。これだ。これ。いたいた。その上に樹液があって、その下に。あ、これそう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 、こういう樹液の周りにいろんな虫が集まるので。これ虫、カタツムリだよ。カタツムリですよ。カタツムリだあ、これ使えると思ってますね。ニヤーってしてましたねこれですよね、この木、傷ってこと。そうそうそう、樹液が。樹液って、うん、木が傷つくと出るんですけども、ほら、この木のね、あれも間も樹液、はい、ね、そういったところにいますから、樹液出るのは木が傷ついた場合ですね。うんうん、その傷つく原因として、例えばスズメバチ、オオスズメバチがかじって、その傷ついたところから樹液が出たりします。あとカミキリムシなんかもね、傷つけますからね。そういった役割では大事なんです。で、樹液は樹液でも。そうですね、コナラとかクヌギなんかは甘酸っぱい香りが出るので、いろんな虫たちが寄ってきて、カブトムシもクワガタも、そこで汁をね、樹液を吸います。で、昼間のうちにこういった安全な歩道沿いの木を見ておくといいです。ちょっと夜来るともピンポイントにここ懐中電灯当てればいいので、あ、なんとなく、あ、いい感じじゃないですか。先生、また何か変わります？熊情報です。この辺り熊出ますよ。ね、月のワグマですね。奥多摩は熊の住処ですからね。そこに人間がお邪魔してますので、まあ出たら出たでね、目撃情報を共有する警報出ますからこの地域は。なので安心してね奥多摩訪れてください。朝方多いですね。そうですね、朝が多いです。動物は出てきますね。出たらどうすればいいんですか？死んだふりですから。出たらやればいいです。音を立ててやっぱりね、怖がらせるっていうのは大事ですね。カブトムシとクワガタは基本やっぱ一緒なんです。同じ場所ですけれども、カブトムシはあまり風通しのいいところを好まないのでですね、川沿いじゃない方が見られるかもしれません。例えばこういった場所を好むのはミヤマクワガタですね。クワガタの中でも大体25度前後の環境だったら見ることができるかな。これブナの木。あ、これはコナラだね。あ、これはコナラでも樹液は出てないね。なるほど。いないこともないけどなかなかっちの上はあんまりです。ああ、細い細い。なるほど。ブナが多いですね。ブナ林ですからね。刺激が出ないんですよね、なかなか。なんかやっぱり難しいですね。結構雨の水ですかね。そうです。染み出し水ですね。うん、山から山が大事なのは降った水が一回吸収されます。そこからじわっと出てくるので。緩やかに水を流してくると。左側を。なんかありました。クヌギ。一個ありますよね。ああ。竹の間にある。うん。ちょっと上上がってみましょうか。うん。全然。電気が出てないね、どの木も。クヌギありますね。でもまだまだ若いですよね。クヌギなんだ。うん。これからですね。ちょっとどれも若いね。こういう時間はでもクワガタカブトムシ今どこにいるんですか？土とか落ち葉の。木の上の方に。上にいるんだ。じっとしてますね。また地面にいて、それから出るものもいますけども、ここはそもそも杉林で、カブトムシが幼虫が好む腐葉土がない、硬いので葉っぱ自体が、はい、なかなかいいポジションだな。やっぱ薪に使われちゃうから。あ、これクマの糞じゃないですか。あ、クマっぽいですね。クマの糞っぽい。やっぱこの辺ってことはもちろんツキノワグマですね。うん、ツキノワグマがいるかもしれない。この矢印がなんかちょっとあれですけど、嫌ですけどね。ここにクマの糞あるよみたいな印をつけてんのか。謎っすね。この矢印がなんかちょっとあれですけど、嫌ですけどね。見つけられるには帰れないですよね。だいたい7時半以降活発に動いて、まあ1時間ぐらい見れば。街灯しかないですね。今ここ。あ、すみません。おはようございます。開けてますね。コナラの木。ほら。ほら、あの辺りに染み出してる。樹液がね。この木の上の方にクワガタとかいますから。あ、今は上の方にいる。上の方にいます。で、夜になると飛んでいくんですけどね。下にある電灯のところに行ったり、あとはちょっと香りのする。これ。ほら言ってたやつだ。樹液出てるじゃないですか。あ、それ全部樹液。ほら、染み出てますよ。もういるかもしれないですよ。懐中電灯あります？これ中クワガタが入ってたりします。おお、うん、いないな。ほら、これね、このデコボコしている幹ね、カブトムシたちクワガタとかもつかみやすいですよね。登りやすいで、樹液がある程度ね、香りが出る発酵するもの、まあ、葉っぱはね、細長いんだけれども少し先の方で開いてるやつで、これ特徴ですからね。残念だな、ほら、うん、地面が砂利。あ、はいはい、砂利だと、ここだとカブトムシなんかは幼虫が成長できないので。外から飛んでくるのを待つしかないですね。樹液、あと光なんか当てててもいいかもしれませんからね。ライトパッと、例えばここにライトを置いとくじゃないですか、はい、ライトを置いて照らしとくと明るいプラス樹液があるから、それで集まりやすくはなります。奥に行けば行ったでいいってわけじゃないですよね、やっぱりそれなりに。そうね、あと30分、この辺7時には暗くなると思うので、あとは夜ライトの周り車で移動しながら見る感じで。そんなにないけど、ああ、はい、うん、美味しい美味しい。海外行くと私ね、バナナばっか食ってますからね、衛生的にもいいんですよね。桃いい桃ですよ、こうやってね、ほら今の音聞こえました？まだね熟してないです。あ、でもいい香り、甘い。うん、うまい。ただほらコリコリでしょ。まだね食べるにはもう少し熟した方がいいですね。あと3日置いとけばよかったかもしれない。うん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 、加藤は好き。加藤は好き。この歯ごたえのある桃、なかなかね売ってないんですよ、もう熟しちゃってて、売ってるものは。おいしいおいしい。お腹空いてる。フルーツの中で私一番好きなのはスイカなんですよ。あ、そうだったんだ。そうそう、知らなかった。海外とか行ってもスイカ丸々1個食いますからね。100円200円で売ってる、安いんですよ。こんくらいでかっ。うんうん、水分補給にもなるしね。さあ、あ、でっかいでっかい、ほらシカシカ、あ、でっかいでっかい、ほらシカシカ、オスいましたね。でかいでかい。取るほい、すごいでしょ。見てないところに手出して取れるんですよ。自画自賛ですね。そうだってみんな疑うんだもん。